16 éven aluliak számára nem ajánlott.少々驚いた。まさか貴様らがここまで踊れるとは。この戦いはもう終わりだ。わしら忍び連合の勝利でな。貴様、もう復活したのか。そろそろ引きましょうか。目覚めたばかりのその体で、ここまで戦えれば十分でしょう。まあいいだろう。かつての死闘とまではいかないが、九大、貴様らとはいずれ決着をつける。それまで。貴様、逃げる？そうではない。猶予を与えるだけだ。貴様らがさらなる力を身につけるための猶予をな。何？次に与える絶望は、今日の日存分に覚悟しておけ。では。とりあえず。ここは。ああ。ですが、あの強大な力を持つ。ああ。木陰の誓いしたものだな。じゃあぜ。あとは、ナルト。どうした？この先に強烈な悪意を感じる。誓いってばよ。目の前だ。準備はいいのかい？ああ。どの戦場もみんな頑張ってる。大切な友達も、今まで話したことない人たちも、年取った人も、そうじゃない人も、みんなが一つになって頑張ってる。みんながいる。仲間がいる。この戦争、俺たちが絶対に勝つ。落ち着け、ナルト。バカ野郎、この野郎。クソ、勝って。ひびも入らねえ。所詮面に傷一つもつけられないか。キュービをコントロールしたその力、こんなものではないだ。こいつら、あれはユギとか。ってことはここの全員。そうだ、かつての人中力、お前の先輩たちだ、ナルト。もっとも、俺好みに少し変えてはいるがな。おい、B、奴らの目をよく見てみろ。あれはシャリンガンじゃねえか、イオ。それに、ナガトってやつと同じ目を持ってやがるぞ。マダラの目も同じだってばよ。前してた面と違って、穴が二つある。
この面は前のと違って特別製でな、頑丈な戦闘用だ。いつも隠してた左目は長門やあっちのマダラと同じリンネガンだったってわけか。ん？お前らマダラは俺たちが止める。お前らだと？お前らってどういうことだこの野郎。マダラってあいつのことだろバカ野郎。そうか、お前は知っているのか。違う戦場で本物のマダラが出てきた。お前は偽物だ。なんならかつての名トビトでも名乗ろうか。戦争が始まった今、名前などどうでもいい。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。ただ月の目計画をなせればそれでいい。絶望しかないこの世界に存在する価値はない。お前たち人中力は美獣を取り付けさせられ絶望ばかり見てきた。違うか、お前たちだったらこの絶望を少しは理解できるだろう。美獣と一緒にいることが不幸せだと勝手に思い込むんじゃねえよ。てめえにとっちゃ価値のないこの世界でも勝手に戦争まで起こしておいて誰でもねえなんて、そんなんでごまかして通用すると思ってんのか。そんな脱線面付け替えていろいろな名前語っていくらごまかしてもてめえはてめえだこの野郎。頭きた、絶対その面ひっぺがしてやる。この面を剥がすには骨が折れるぞ。上等だ。俺の相手をしたくば、まずはこいつらを止めてみせろ。さすがにきついぜ。相手は6人、思い通りに戦えない。6人このままやるよりばらけさせて戦う方がよくねえか。ああ、まとめて相手にするかばらけるかどっちかだってばよ。6人相手はきついぜ少々。ああ、ここはおっちゃんの言う通りばらけて戦うってばよ。オーレイ。戦闘開始。うまくいった。これで相手は3人。これで選ぶのすぐに止められる。あっ、行かねえ。
戦闘開始。よし、今だ。これで相手は3人。それくらいだったらすぐに止められる。結局3人とも逃がしちまったけど、でもとりあえずこっちは片付いた。あとは B のおっちゃんとこだ。これで終わりだ。おっちゃん、森の中じゃ奴らを見失いやすい。このままじゃ不利だ。あれをやれ。青いよ、ここらの森全部吹っ飛ばしちまえ。ハッチビが先のキラー B だぜ、オロ様か。おっ、なんだ。お振り落とされんなよ、ナルト。ここからが本番だぜ、ナルト。